twice, same song, a brand new dance. I wear out my third second chance.早朝から新千歳空港に来ました。眠い目をこすりながら飛行機を待ってます。あ、そう、朝時間がなかったんで朝ごはんこれでしたね。4km 先、右方向です。おーい、女満別空港に飛んできたんで、これからね、もう1日しかないんだけど、てかもう半日だよね。半日しかないんだけど、この辺をね、巡ろうかなと思います。で、まずはね、メルヘンの丘っていうなんかね、大変景色がよろしいとこあるらしいんで、はい、そこに、ちなみに今日飛行機に乗ってて、乗ると客室乗務員の方がまあいろんな案内をしてくれるじゃないですか。安全注意のビデオといいますか、ああいうのを見たりだとか、ちゃんとシートベルト締めなさいだとか、まあ、そういう話いつも皆さんされてると思うんですけど、今日結構ね初めての類の案内をされまして、それが何かっていうと、陶器は重量バランスに敏感なので、座席の変更などについては、まあ、必ず私ども客室乗務員に申し出てくださいと、そういう案内があって、へえと、まあ、確かになんかね、ちっちゃい飛行機だったから、そういう重量バランスに敏感だっていうのはまあね、なんとなくわかるんだけど、あ、そういうアナウンスあるんだって思って、へえって思いながら乗ってました。But we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. すごい、メルヘンの丘ってのに来たんですけど、超綺麗、超綺麗、超綺麗、マジでめっちゃ綺麗、やべえ、本当にたまらないね、この景色。一応昼ご飯もご紹介しておきます。網走で海鮮丼を食べました。で、昼ご飯を食べ終わった後に天へ続く道というところに向かうんですが、まあ向かうというか道ですね。で、まさにこの道なんですけど、ずっと一本道です。カーブとかその右折差すがないんですね。ほら見てください、ちょっと止まっちゃってますけど、これずっとまっすぐなんですね。ちょっとね、この一本道楽しみすぎて夕方になってしまいました。5時半の飛行機とかなんで、もう急いで帰ってるところですが、日が沈むのが早いんで、ほら、こうやって夕焼けを楽しめると思ったら、あれ？どこに来たんでしょうか？
はい、というわけでこれから女満別空港に入ります。いやー、いい景色が見られたな。最後はね、晴れたし、うん、終わりよければ全てよしということでいいんじゃないでしょうか。では最後も安全運転で帰ります。